神宮球場のヤクルト中日21回戦です。ハッカミーと山田の先発1対0スワローズ1点リード。2回に先手を取った岩村タイムリーヒット、その後もランナーを2人置いていましたがスワローズ、その2回は辻が結局2、3から空振り三振、そして2人のランナーがそれぞれスタートを切っていまして、これが盗塁失敗に終わっています。2回はスワローズ1点止まり、3回は先頭バッターピッチャーハッカミバッターボックスに入ります。1対0とスワローズ1点リード。中日の先発は山田です。ノーストライクワンボール。上空はすっかり暮れました神宮球場です。ボールワンから第2球を投げました。直球ストライクです。ワンエンドワン。山田博士は6年目のピッチャーで25歳になります。そして今シーズンは2試合目の登板、先発は今シーズンが初めてですが、去年の10月以来、去年のオフに右肘の手術をしましてようやく戻ってきました。1回スワローズの打線を0点に抑え、そして2回は岩村にタイムリーヒットを許しました。ノーワインドアップモーションで4球目です。インコーストライク、カウント2エンド2。スワローズは現在バッターボックスハッカミですが、この後が1番の真中、2番の宮本。今日はスワローズは2回にペタチーニが塁に出ましてチャンスを作っています。打ちました、内野ゴロ、ファーストゴロ、前に来た山崎取った、ゆっくりベース自分で踏んでワンアウトです。先頭バッターピッチャーのハッカミファーストゴロに倒れました。ワンアウトランナーなし。バッターボックスは真中、真中が非常に当たっています。スワローズここまで8試合連続ヒット、打率がご覧のように3割5厘、ホームランが30、いやいやホームランが5本で打点が37。1回目は初球でした。キャッチャーへのファールフライを打ってしまいました。さあ真中、そしてこの後が2番の宮本、1球目落としてきました。ワンストライクノーボール。もう汗はびっしょりです、マウンド上の山田です。1球目はフォークボール。真中も最初の打席が大谷さん1球目から打っていってしまったということで、まあ、この打席はちょっと考え方を変えてくるんでしょうかね。いやしかし2球目打ちました。痛烈な当たりはセンター前ヒット。1球目は見てきましたが、2球目今のはストレートですかね。まっすぐですね、今のボールだったら最初の打席も初球手出しいいんですよね、はい、最初のはもうインサイド寄りのボールの球を打って1球でワンアウトでしょ、はい、でも2番が打ちにくいですよね、もうたまたまツーボールにしてくれたですけども、まあ、結局見逃しの三振、それから佐藤がねもうすぐ追い込まれて、はい、ランナーいないもんだからどんどん来ましたよね、はい、まあ、こうやってやはり1番、真中が出たり、まあ、こうやって塁に出していくことによって先ほどの2回の得点なんかもね、相手のプレッシャーをこう与えることができたというような感じなんでしょうかね。そうですね、まあ、特に試合が始まる最初のバッターっていうのは、はい、役割はいろいろあるんですよね、まあ、1球目だ、1球目ホームランっていう気持ちのいい仕事もありますけども、まず自分の絞り球をよく絞っていかないとね、やっぱ1球でもうワンアウトを取られてしまうともう攻撃がもう非常に滞ってきちゃうんですよね、はい、さあ3回のスワローズはワンアウトの後1番の真中がセンター前ヒット、これで9試合連続ヒット。バッター宮本、1球目は三振でした、見逃しの三振。せっかくねゲームの前にこの 1,2 番がいろいろインタビューに答えてくれてね、頑張るって言ってるんだから、はい、ここはもうワンアウト一塁ですから、まあ、いろいろこの 1,2 番で作れるとこですよね、はい、1球目がストライクの後2球目ボール、ワンエンドワン一塁山田が牽制球です。1対0とスワローズが1点をリード。2回にはペタジーニツーベースヒットの後、その後岩村のタイムリーヒットが出ています。ヤクルトから考えればこの山田を5回まで投げさせちゃいけないですよね、はい、あ早いうちに早いうちにと、はい、ワンエンドワン打ちましたがセカンドゴロ、弱い当たり取った、二塁送球フォースアウト、一塁転送する、一塁はセーフ。
宮本が右へ打っていきましたが、しかしこれがセカンドゴロ、ランナーもスタートを切っているような気配は今ありませんでしたね。そうですね、ワンワンから、まあ、でもなんか転がしに行くような感じの打ち方でね、ヒットにはもうよっぽど 1,2 塁間に転がらないとヒットにならない打ち方ですよね、だからあれでヒットにするにはもう少し自分の打球方向を考えて打てるようになるとね、いいんですけども、うん、結局ランナーが入れ替わりました。2アウトランナー1塁、バッターボックスは佐藤、3番の佐藤、1回目三振、今日2回目のバッターボックス。1対0とスワローズが1点をリード、2回には1点を取りました。しかし3回ワンアウトの後、真中ヒットも宮本が内野ゴロでランナー入れ替わり、現在アウトが増えて2アウトランナーは1塁です。また1塁牽制球ですが、2回は追加点のチャンスを取れそうな雰囲気、上位打線の真中、宮本、このあたり絡めて得点に絡んでいきたいところでしたが、しかし宮本がセカンドゴロ、バッターは3番の佐藤、昨日は1安打、最近5試合でも3割1分8厘当たっています。1球目はボール、ノーストライクワンボール、球団新記録、試合もヒットが出続けまして、この記録を達成した佐藤ですが、2アウトランナーは1塁、ファーストランナー宮本、ボールワン、2球目ストライクでワンエンドワン、ファーストランナーの宮本もスタートを切るような構えはありますが、しかしスタートは切ってきません。2アウトで1塁、そしてバッターボックスは佐藤、得点が1対0、スワローズ1点リード。3回のスワローズ、2アウトにはなってしまいました。しかしこれから3番佐藤、4番のペタジーニ、5番の古田と続きます。ワンエンドワン、一塁へ牽制球ですが、大谷さん、一塁ランナーの宮本を見てますと、2アウトランナー一塁ですが、どうなんでしょうかね、こういう場面では。うん、そうですね、ツッサラク捉えるまでは動かなくてもいいと思うんですよね、やっぱりヤクルトはできるだけこのペタジーニの前にランナー貯めたいですからね、はい、ボールカウントワンエンドワン、山田は盛んに一塁牽制球、ただこのようにやはり山田に対してファーストランナーの宮本が少しこうあるかもしれないぞとこう見せるのも一つの手ですかね、まあ、そういうふうにバッテリーが考えてくれればストレート系統が多くなりますよね、はい、だからこれは中村の方がやはり宮本を注意して山田に牽制させてるんだと思うんですね。あ、なるほど、まあ、それは次に投げさせるボールにもよるわけですよね、ワンエンドワンです。ピッチャーは山田、3球目アウトコースボールでワンテー、どうしても変化球を掘らせたい時っていうのは、まあ、特にフォーク投げさせる時っていうのは何回か牽制させますよね。当然一歩でもスタートを少なくまっすぐ切らせたいですよね、走られた時に、はい、カウントワンエンドツーで、ね、もうこれでもうランナーよりもこのバッターをじゃあこれ次の投球で追い込もうという形になってくると思うんですね。2アウトランナーは1塁、4球目ランナースタート、打った、1、2塁間破りました、ライト前ヒット、ファーストランナー宮本セカンド回ってサードへ向かいます。佐藤のライト前へのヒット、これで2アウトランナーは1塁3塁、今の打ったのはストレートだったんですかね、アウトコースのストレートですね、中村の方が半々にしたんですね、ランナーが来てもいいように、今でもセカンドが随分早く動いてくれたですね、だから右バッターでちょうどそこが見えたんで打ちやすかったと思うんですよね。なるほど、